大井町線旗の台駅から大井町までは急行でノンストップなんですね。どうも、リッキーです。若者風にやってみました。1月2月はインボイスもあるんですけど、まあ仕事が暇でね、まあとりあえず街ブラでもしようかなと。協定場にも行くんですが、その様子は5分50秒まで飛ばしてください。ノープランなんで、とりあえず大井町まで来ちゃったんですが、大井町の様子は過去動画、大井町から鮫洲運転免許試験場まで歩いて免許更新したよっていう過去動画をご覧ください。寒いのでセブンイレブンでコーヒーを買います。セブンイレブンアプリいいですよ。お酒も無料になったりします。助かります。大井町駅から旧東海道まで来ました。路地裏にお稲荷さんがあるらしいですね。有名なのかな。ちょっと行ってみましょう。なんとなく平和島のドンキホーテに行きたいなーなんて思って、ただ京急線に乗るのがめんどくさいな、さあどうしようってルートを考えてたら、あ、大井町から歩こうってことになりまして、ただいま鮫洲から立ち合い川の方へ歩いております。お稲荷さんないですね。こういう奥まったところにあるお稲荷さんは珍しいのかなって思ってたら、この先にもこういうのがあってですね、まあ昔の名残みたいですね、この辺りは。ありました。とりあえず最初だけご挨拶しましょう。江戸時代の建物ってわけではないんですが、古い建物が所々にあります。東海道の名残があっていいですね。ここは肉屋さんですかね。今流行りの冷凍自販機です。牛肉美味しそうだけど高っ。 100g 1000円以上するじゃない。ガチャもありますね。シャトーブリアンが入ってるかもってやつです。ここは老舗の蕎麦屋さん。開店前から駐車場に女性客が大勢集まっています。なんかね、私も業界の人だからわかるんですけども、なんか誰かのファンっぽい人たちが集まってます。おそらくイベントかなって思って後で調べたら、どうやらアイドルが来たことがあるらしくて、聖地巡礼ですね。そしてこんな路地裏に釣り船屋があるようですね。行ってみましょう。おお、運河ですね。葛島運河だそうです。いい眺めですね。釣り船屋さんがあります。釣り船と屋形船ですね。大山丸ですかね。この木造の足組みなんかがアジア感があっていいですね。1960年代は漁業や海苔の養殖が盛んでしたからね。ドックもありますね。そしてその向かいの公園にはペリー来航後に土佐藩が作った大砲だそうです。他の藩はハリボテしか作れなかったそうですよ。軍手一斤って言うんですかね。これは安いですよ。町工場も多いですからね。おせんべい屋さんの大黒屋さん、昔ながらのタケノコ型のおせんべいだそうです。立ち合い川に着きました。ここらで平和島には協定所があったな。そうだ、協定にも行ってみようかなんてふと思い立ちました。競馬競輪協定とか、まあほとんどやったことはないんですけどね。協定は一度もやったことありません。東海道は神社仏閣が多いですね。やはり東海道の名残ですね。そして立派な神社なんですよね。ここでもご挨拶をしていきましょう。龍馬像だ。先ほどの大砲もそうですが、土佐の藩邸がここにあったんですかね。立ち合い川西商店街にも行ってみましょう。いいですね。昭和感があふれる小さなアーケード、なんかスナックなんかもあったりして。しかしこういう風景もだんだん変わっていくんでしょうね。立ち合い川は大井競馬場もあったりするんで、また来てみたいです。寒い日だったんで手袋をしてたんですけども、それが映り込んでます。すみません。さあ立ち合い川駅から電車に乗って平和島に行きましょう。
大森海岸は飛ばします。平和島に着きました。協定を開催しているかわからないんですが、協定の場外船券売り場みたいなのがあるんで、まあ行ってみましょう。歩いていきます。行列ができるアイス屋さんですって。16時から24時までやってるって。夜型。あ、協定やってますね。なぜ協定場に来ようかと思ったかというと、私のファンだった方が協定場で働いてらして、ずいぶんお世話になったんですが、ご病気で早くに亡くなられて、それと今日は先輩の命日だったりもしたんで、なんとなく死者に思いを馳せようかなと思いました。笹川会長の像ですね。一日一善なんて CM でね、高校野でいい人なんだなんてね、子供の頃は思ってたんですけれども、協定会のドンですから怖いですよね。初めて入ります。入場料は100円だそうです。100円を直接入れるといいそうです。警備員さんが優しいんでね、聞くと何でも答えてくれます。そしてこちらにある新聞っていうんですか、その日のレースの情報紙を無料でもらえます。5階まであるんですね。1階の船券売り場です。売店もあります。YouTuberとかがよく取材してるお店ですね。ご近所の大井競馬場よりグルメは良さそうですね。私、大井競馬場のもつ焼きが口に合わなくてですね。ホットスナックも安いですよ。コンビニより安いんじゃないかな。1階は吹きさらしなので寒いです。モニターの前には頭上から温風が吹き出しています。無料のお茶のコーナーもあります。協定初めてなら単勝を買えと言われたので、単勝一着を当てる船券を買いたいと思います。競馬は馬券、協定は船券だそうです。先券かと思いました。2連勝とか3連勝とかボックスとかいろいろあるんですけれども、マークシートに記入するんですよね。で、単勝用のマークシートっていうのが入り口付近とあと3階の一部にしかありません。なので、まあ警備員さんにどこにありますって聞いて教えてもらったりするといいと思います。これが単勝用のマークシートです。買い方もわからなかったんですが、お金を先に入れるんですよって教えてくれました。単勝用の船券売り場も限られてるので、あの券売機の上に単勝用ですとかってね貼ってあるんで、それを見てください。警備員さんが3階はあったかいよと教えてくれました。4階5階の指定席以外は無料で入れるようです。いやー、暖かいです。そして売店もありますよ。ちょっとした高いところからこう俯瞰で見られますね。協定は6艇でレースをします。そのうちの4艇買いました。100円から買えます。1番2番3番5番、こんだけ買えばどれか当たるでしょう。第4レースゴールインしました。さあ結果は、4番が1着。あれ、4番買ってる？買ってないよ。まあギャンブルってこんな感じですよね。悔しいので次のレースも買います。同じく1番2番3番5番を買いました。次のレースは1階から見てみましょう。水辺が近くていいですね。さあ始まりますよ。選手が出てきました。時計がねありまして、それがこうグーって回ってゼロになるときにスタートラインを越えなきゃいけないんで、なんかねいろいろ駆け引きがあるそうです。そして1号艇っていうのがだいたいあのインコースを通るんで、1号艇が勝つ可能性が高いようですね。さあスタートしました。職人技ですね、あんな遠くから。いやこれは迫力ありますね。オイルの匂いとこの甲高い音で2ストロークエンジンだっていうのが分かります。2ストおじさんにはちょっとね胸が熱くなる瞬間です。3号艇がトップです。3号艇が先頭でゴールイン。3番買ってます。当たりました。なんだか嬉しいですね。配当は
単勝260円です。すぐ次のレースの展示走行が始まります。競馬でいうところのパドックみたいな感じですかね。奥には滝みたいなのがあってアミューズメントですね。でも散らばる船券、やさぐれてる。さあ払い戻しましょう。払い戻しって書いてある券売機で払い戻します。第4レース500円、第5レース500円、入場料100円の1100円を使って戻ってきたのは260円、840円の負けですね。さあ競馬場を出ます。オレンジ絞る自動販売機だ。競艇場だけじゃなくたくさん商業施設が入ってて楽しいんですよね。フードコートはラーメンに洋食にそば、うどん。ガチャもものすごいな。ドンキホーテに来ました。ドンキホーテやね、業務スーパーとかいろいろ見たかったんですが時間がないんでね。しかもダイエット中なんでおにぎり一つだけ買って帰ります。競艇をやってる時は多分平和島までワンコインバス100円で帰れます。勝った人はうなぎとか食べて帰るのかな。いいな。お友達の犬の散歩をしなきゃいけないんで急いで帰ります。今度は平和島から京急蒲田へ向かいます。京急蒲田のホームは高いんで富士山以外の山が見えるんですよね。東京に住んでる人は富士山以外の山が見えるとね感動するんです。ジジミ汁？蒲田の激安自販機コーナーです。いやジジミ汁もシジミ汁もどこにもないよ。東急池上線に乗りました。競艇場楽しかったです。一度行かれてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからお散歩です。それではまた。